岡本喜道作怪談一夜草子朗読その第一回第一章お福さんという老女は語る。私のような年寄りに何か話せとおっしゃっても、今時のお若い方々のお耳に入れるような珍しい変わったお話もございません。それでも長い間には自分だけには珍しいと思うようなことがないでもございません。これもその一つでございます。私が17の年、文久2年でございます。その頃私の家は本郷の善田木坂下町、どなたもご存知の菊人形で名高い団子坂の下で小さな酒屋を開いていました。昔はあの坂に団子を焼いて売る茶店があったので、団子坂という名が残っているのだそうでございます。今日とは違いまして、その頃の根津や駒込あたりは随分寂しいところで、私どもの住んでいる坂下町には小笠原様の大きいお屋敷と妙蓮寺というお寺とお旗本屋敷が7、8軒ありまして、その他は町屋でございましたが、団子坂の近所には植木屋もあれば百姓の旗地もあるというようなわけで、今日の郊外よりも寂しいくらいでございました。その妙蓮寺というお寺の前に浅井宗右衛門という浪人のお武家が住んでいました。何でも奥州の白川とか二本松とかの範疇であったそうですが、何かのことで浪人して7、8年前から江戸へ出てきて、親子2人でここに棚狩りをしていました。宗右衛門という人はその頃40、45で、ご新祖には先年死に別れたというので一人身でした。一人息子の与一郎というのは20歳ぐらいで、色の白いおとなしやかな人でした。浪人ですからこれという商売もないのですが、近所の子供たちを集めて読み書きを教えたりして、いわば手習い師匠のようなことをしていました。もちろんそれだけではたつきが立ちそうもないのですが、いくらか蓄えのある人と見えて、無事に7、8年を送っていました。お父さんは寝酒の1合ぐらいを毎晩欠かさずに飲んでいました。この親子の人たちが初めてここへ越してきた時は、私もまだ子供でしたから詳しいことはよく知りませんが、近所の者はこんな噂をしていたそうです。あの人たちも今に驚いて立ち退くだろう。それには司祭のあることで、その家に住む人には何かのたたりがあるとかいうので、5、6年の間に10人ほども変わったそうです。中には1月も経たないうちに早々立ち退いてしまった人もあるということでした。一体どんなたたりがあるのか私もよく知りませんが、ともかくも5、6年の間にその家からお葬式が3度出たのは私も確かに知っています。浅井さんの親子もそれを承知で借りたのです。そんなわけですから家賃は無論安かったに相違ありません。家賃の安いのに惚れ込んで、あんな化け物屋敷のような家へ住み込んでは、いくらお武家でも今に驚くだろうとみんなが陰で噂をしていたのです。世の中に物のたたりなどのあろうはずがないと宗右衛門という人は笑っていたそうです。もっともこの人は顔に黒あばたのある大柄の男で、見るから強そうな浪人でしたから、全く物のたたりなどを恐れなかったのかもしれません。論より証拠で今に何事か起こるだろうと噂されながら、浅井さんの親子は平気でここに住み通していたのですから、
悪い噂も自然に消えてしまって、近所の人たちも安心して自分の子供を稽古にやるようにもなったのです。7年も8年も無事に住んでいる以上、全く宗右衛門さんの言う通り、世の中に物のたたりなどはないのかもしれないと私の両親も時々に話していました。そうすると今までの人たちはなぜむやみに立ち退いたのでしょう。大方近所の噂を聞いて、ただなんとなく気味が悪くなって目にも見えない影に脅かされて早々に逃げ出したのかもしれません。お葬式が三度出たのも自然の巡り合わせかもしれません。今の人なら無論にそう考えるでしょう。昔の人もまあそんなふうに考えてしまったのでございます。浅井さんも最初は手習いの師匠だけでしたが、後には剣術も教えるようになりました。別に道場のようなものはないのですが、裏の空き地で野天稽古をするので、私どももたびたび見に行ったことがあります。その頃は江戸ももう末で、世の中がだんだんに騒がしくなってきたものですから、町人でも市内などを振り回すものもできて、浅井さんにお弟子入りをしている若い師が10人ぐらいはありました。さて、これからが本文のお話でございます。最初に申し上げました文久2年、この年はお正月の元日に大雪が降りまして、それから毎日風が吹き続けて方々に火事がありました。正月の晦日には小石川佐志ヶ谷町から火事が出て、私どもの近所まで焼けてきました。その春から上野の中堂が大修繕の工事に取り掛かりましたので、お花見差し止めというわけでもありませんでしたが、大抵は遠慮して上野のお花見には出ませんでした。向こう島にはお武家の乱暴が流行りまして、酔った紛れに抜き身を振り回す者が多いので、ここへも女子どもはうかつに出られません。その上に辻斬りは流行り、押し込みは多い、まことに物騒な世の中で、私どものような若い者は何が何やら無我夢中で、ただただ嫌な世の中だと怯えきっていました。ところがまたそういう時節がもっけの幸いで、今日で申せば失業者の浪人たちがいろいろの方面へ召し抱えられて、お淵にありつくことにもなりました。浅井さんもその一人で、一旦浪人した旧藩主のお屋敷へ帰参することになったので、お父さんも息子も大喜び、近所の人たちもおめでたいと言って祝いました。ついては長年お世話になったお礼も申し上げたく、心ばかりの祝宴も開きたいと存ずるから、ご迷惑でもお越しを願いたい。こう言って浅井さんは普段懇意にしている近所の人たちを招待しました。家が広くないので招待を2日に分けまして、最初の晩は近所の人たちを集め、次の晩は剣術のお弟子たちを集めることにしたのです。私の父も最初の晩に招かれまして、主人も満足、客も満足、みんながおめでたいを繰り返して機嫌よく帰ってきました。さて、その次の晩に不思議な事件が出題したのでございます。第2章。それは5月半ばの暗い晩で、時々に細かい雨が降っていました。一方は高台で、近所には森が多いので、若葉の茂っているこの頃は月夜でも随分暗いのですから、こんな晩はなおさらのことでございます。浅井さんの家には10人ばかりの若い衆が集まりました。何しろ親子2人の男女帯で、女の手がないのですから、こんな時にはお給仕にも困ります。そこで近所のお豊さん、お角さんという娘2人が手伝いを頼まれまして、
夕べも今夜も詰めていました。お料理は近所の仕出し屋から取り寄せたのですが、それでも10人からのお客ですから、お座敷と台所とを掛け持ちで、お豊さんもお角さんもなかなか忙しかったのです。若い人たちばかりが集まったのですから、今夜はなおさらにぎやかで、だんだんお酒が回るにつれて陽気な笑い声が表までも聞こえました。そのうちに主人の浅井さんがこんなことを言い出しました。月日は早いもので、私がここへ来てから足掛け8年になる。世間の噂ではここの家には何かのたたりがあるという。それを承知で敷き移ってきたのであるが、その後に一度も怪しいことはなかった。私もせがれもこれという病気にかかったこともなく、災難に出会ったこともなく、無事に年月を送ってきた上に、今度は計らずも元の主人の屋敷へ帰参がかなうようになった。私にとってはこんなめでたいことはない。最初に誰が言い出したのか知らないが、ここの家にたたりがあるなどというのは嘘の皮で、たたりどころかかえって福の神が宿っていると言ってもいいくらいだ。浅井さんもめでたい席ではあり、今夜はいつもよりお酒を過ごしているので、自分の言ったことに間違いのなかったのを誇るように、声高々と笑いながら話しました。聞いている人たちもみんな口を揃えて仰せの通りと笑っていました。これで無事に済めば全く仰せの通りですが、主人も客も面白そうに飲み続けて、今夜もやがて4つ、午後10時に近いかと思う頃に、裏口の戸をトントンと軽く叩く音が聞こえたので、座敷にお給仕をしていたお客さんが台所の方へ出て行きました。続いて裏の戸を同じようにトントンと軽く叩く音が聞こえたので、今度は息子の与一郎さんが出て行きました。裏も表もひっそりして、その後は物音も聞こえません。お客さんも与一郎さんもそれぞれ帰ってこないので、他の人たちも不思議に思って、2、3人がバラバラと立って表と裏へ出てみると、外は一寸先も見えないような真っ暗闇で、そこらに人のいるような気配もないのです。いよいよ不思議に思って、うちから火を取って出てみましたが、やはりそこらに人の影は見えないのです。はて、どうしたのだろう。みんなも顔を見合わせました。はじめに裏口から出たお角さん、次に表へ出た与一郎さん、どっちもそのまま行方不明になってしまったのですから、みんなが不思議がるのも無理はありません。一体裏と表の戸を叩いたのは誰でしょう。二人はどこへ行ったのでしょう。この場合そんな詮議をするよりも、まずその二人の行方を探す方が近道ですから、5、6人の若い衆が提灯を照らして裏と表へ駆け出しました。年の若い人たちではあり、普段から堅実でもなろうという人たちですから、小雨の降る暗い中をみんな急いで出かけたのです。出ては見たが見当がつかない。思い思いに右と左へ分かれて、あてもなしにそこらを呼んで歩きました。お客さん、お客さん、与一郎さん。その声に驚かされて近所の人たちも出てきました。私の店の者なども出て行って一緒になって探し歩きましたが、二人の行方はどうしてもわからないので、どの人もただ不思議だ不思議だというばかりで、なんだか夢のような、狐にでも化かされたような、わけのわからないような心持ちになってしまったのでございます。お角さんは町内の車間屋の一人娘でした。
お父さんの藤吉というのは相当に腕のある職人で、弟子二人と小僧一人を使い回して別に不自由もなく暮らしているのでした。おかくさんは今年16で、浅井さんへ手習いの稽古に来ていた関係から、夕べも今夜も手伝いに来ていたのです。おっかさんはおときといって普段から病心の人でした。不思議とは言いながらも、こうなると誰の胸にもまず浮かぶのは与一郎さんとおかくさんとの関係です。若い同士の間に何かの縁が結ばれていて、屋敷へ帰参がかなうことになれば二人は会うことができない。万一お国詰めにでもなれば一生の縁切れです。そこで二人が相談して掛け落ちをしたと、まあ考えられるのですが、それならば今夜のような時を選ばずとも、もっと都合のいい折があったろうと思われます。いかに年が若いといっても、二人ともに子供ではなし、駆け落ちと決心した以上は相当の支度をして出るはずです。この雨の降る晩に着替えの一枚も持たずにどこへ飛び出したのでしょう。そう考えてくると、二人の駆け落ちも少しく理屈に合わないように思われます。さりとてまさかに心中するほどのこともありますまい。二人の家出を別々に考えていいのか、一緒に結びつけていいのか、それが第一の疑問です。もう一つの疑問は、裏口の戸を叩いたのは誰であるか、表の戸を叩いたのは誰であるか。それも一人の仕業か別人の仕業か、一向に見当がつかないのでございます。夜が明けても二人は帰ってきませんので、騒ぎはいよいよ大きくなるばかりです。今日も細かい雨が時々に降り出して、なんだか薄暗い陰気な日でした。その日の昼頃に、私の店の若い者がこんなことを聞き出してきました。三崎町の大泉寺というお寺の那須所が檀家の法要に呼ばれて帰る途中、ちょうどその時刻に坂下町を通りかかると、谷中の方角から10か11ぐらいの女の子が長い振袖を着て、折からの小雨にそぼ濡れながら歩いてくるのに出会いました。この夜更けに小さな女の子がどこへ行くのかと振り返って見送っていると、その子の姿は浅井さんの家のあたりで見えなくなってしまったというのです。もちろん前にも申す通りの暗い晩ですから、その子の姿が消えてしまったのか、闇に隠されてしまったのか、確かなことはわかりません。那須所の方でもそれほど不思議にも思わないで、そのまま行き過ぎてしまったのですが、今朝になって浅井さんの一件を聞いて、もしやその女の子が戸を叩いたのではないかと言い出したのです。若い者の報告を聞いて、私の父は首をかしげていました。坊さんなぞというものは、とかくにそんな怪談めいたことを言いたがるものだからな。本当か嘘かわからない。しかし、それを聞いたのは私の店の者ばかりではないと見えて、その噂がたちまちに近所に広がって、駆け落ちの噂が一種の怪談に変わりました。やっぱりあの家にはたたりがあったのだ。今まで何事もなかったが、浅井さんがいよいよ立ち退くという間際になって不思議のたたりが起こったのだ。息子の与一郎さんはともあれ、他人のおかくさんまでがどうして巻き添えを食ったのでしょう。おかくさんまでがなぜたたられたのでしょう。それが飲み込めないと、私の父はやはり強情を張っていました。父がいくら強情を張ったところで、二人が行方不明になったのは争われない事実で、駆け落ちか階段か、二つに一つと決めるより他はないのでございます。前後の事情から考えると、
一途に駆け落ちとも決められず、さりとて階段も疑わしく、みんなもその判断に迷ってしまったのです。第三章。それについてお父さんの浅井さんの意見はと尋ねますと、最初は何にもわからぬと言っていましたが、しまいにこんなことを打ち明けたそうです。大泉寺の那須書が見たという、年の頃は10か11で、長い振袖を着た女の子。実はそれについて少しく心当たりがないでもない。私がここへ引き移った日の夕方に、それらしい女の子が裏口から中を覗いていたことがある。大方近所の子供であろうと思っていたが、その後ここらにそんな子の姿を見かけたことはなかった。私もそれぎりで忘れていたが、今度の話で思い出した。那須書が出会ったという怪しい女の子はどうもそれであるらしい。こうなると確かに怪談です。おかくさんのお父さんの藤吉は、大事の一人娘が行方不明になったのですから、職人たちと手分けをして、吉ヶ井眼で心当たりを探し歩いて、あくる日の夕方にがっかりして帰ってくると、右の階段です。かわいそうにお父さんはいよいよがっかりして、顔の色も真っ青になってしまいました。さなきだに病身のおっかさんはどっと床につくという始末です。おかくさんと一緒に働いていたおとよさんも、その話を聞くと震え上がって、これもにわかに気分が悪くなって寝込んでしまいました。雨の降る晩に、長い振袖を着た女の子が戸を叩きに来て、若い男と女を誘い出していった。寄れば触ればその噂で、何のたたりか知りませんけれども、浅井さんもとうとうたたられたということに決まってしまいました。今まで近所の評判もよく、ことに今度の帰参を祝っている最中にこんな騒ぎが出来したのですから、町内の人たちも一層気の毒に思いましたが、こういう怪談になっては何とも手のつけようがありません。今まで光源を吐いていただけに、近所の手前面目ないと思ったのかもしれません。浅井さんは誰にも無断でその晩のうちにどこへか立ち去りました。家財はそのままに残してあって、机の上にこんな書き置きがありました。前略、この度は意外の教授出題。ご町内中を騒がせ申し候状、何とも申し訳もこれなく候。とりわけて藤吉殿にはお気の毒に存じ申し候。ついてはその後の詮議つかまつりたく、存じ候らえども、何分にも帰参の日限切迫いたしおり候まま、その意を得ず候こと、残念至極に存じ候。少々の家財そのままに捨て置き申し候間、よろしくお取り計らいくだされたく候。そうそう、浅井宗右衛門、5月16日ご町内御中。今日と違いまして、その当時のことですから、お話はこれでおしまいです。しかし怪談の噂はなかなか消えないで、夕べも振袖を着た女の子を見たものがあったとか、どこの家の戸を叩かれたとか、いろいろのことを言いふらすものがあるので、気の弱い私どもは日が暮れると外へも出られず、雨の降る晩などは小さくなってすくんでいるくらいでございます。その噂を聞き込んだのでしょう。それから四五日の後に、岡っ引きの親分が手先を連れてこの町内へ乗り込んできました。町内の人たちから詳しい話を聞き取って、その岡っ引きは舌打ちをしました。畜生、風を食らって高飛びしやがったな。だんだん聞いてみると、なんとまあ驚いたことには、浅井という人は浪人上がりの強盗だったのだそうです。これにはみんなもあっけに取られました。そういえば浅井は
あまり人相の良くない人でしたが、息子の与一郎という人は色白のおとなしそうな顔をしていながら、親子連れで切り取り強盗を働いていたのかと思うと、実に二度びっくりでございました。全く人は見かけによらないものです。それでもよほど上手に立ち回っていたと見えて、その悪事が久しく知れずにいたのですが、何かのことから足がついて、この頃は自分たちの体が危うくなってきたので、親子相談の上で階段を仕組んだらしいのです。元の屋敷へ帰参などはもちろん嘘で、夜逃げなどをしては人に怪しまれると思ったからでしょうが、なぜそんな階段を仕組んだのでしょう。おかっぴきの人たちの鑑定では、おそらくおかくさんをかどわかす手段であったろうというのです。おかくさんと与一郎と関係があったかなかったかわかりませんが、もし関係があったならば、誘い出す方法はいくらもありましたろうから、多分は無関係で、行きがけの駄賃におかくさんかお豊さんかを引っさらって行って、どこかの宿場女郎にでも売り飛ばすつもりであったろうというのです。裏口の戸を叩いたのは浅井の仲間か手下で、何心なく出て行ったおかくさんに猿ぐつわでもはめて担ぎ出したのでしょう。お豊さんの方は運よく助かったわけです。与一郎までがなぜ出て行ったかわかりませんが、おかくさんを遠いところへ連れて行くのに一人ではちっと手に余るので、その加勢に行ったのかもしれません。何しろただの家出では詮議がやかましいので、こんな怪談めいたことを仕組んで世間の人たちを迷わせようとしたのでしょう。大仙寺の那須書がその晩に怪しい女の子を見たというので、これも寺社方の調べを受けました。那須書がこんなことを言ったために、いよいよ怪談と決められてしまったわけですが、那須書は確かに見たというだけのことで、浅井の一件には何の関わり合いもないことが分かって、そのまま無事に返されました。したがってその振袖の女の子の正体は分かりません。浅井も振袖の女の子のことなぞは最初から考えていなかったのでしょうが、そんな噂が広まったのを幸いに、当座の思いつきで、実は引っ越しの日の夕方に、なぞといよいよものすごく持ちかけたのでしょう。今の人間ならば容易にその手に乗らないでしょうが、何と言っても昔の人たちは正直であったと見えます。返す返すも気の毒なのはおかくさんの親たちで、おっかさんはそれから一年ほど寝ついたままでとうとう死んでしまいました。浅井親子はそれからどうしたか知りません。奥州筋で召し取られたとかいう噂もありましたが、確かなことは分かりませんでした。それから三四年の後に、おかくさんは日光近所の宿場女郎に売られているという噂を聞きましたが、これも噂だけのことで本当のことは分かりませんでした。小説や芝居ならば、浅井親子の取り物やおかくさんの行く末やいろいろの面白い場面があるのでしょうが、実録は流刀だびとでも申しましょうか、その結末がはっきりしないのが残念でございます。どうもお退屈様で。岡本喜堂作、怪談一夜草子、全文読み切り。書室日曜放置、昭和8年3月より。